鉄道事業主力車両の線形バス事業旧来の譲渡車を置き換えた路線バス、水間鉄道株式会社は、大阪府貝塚市を中心に、鉄道事業及びバス事業を運営している会社である。本社所在地は大阪府貝塚市。略称は水鉄で、公式ウェブサイトの URL も suitedsu.com である。バス事業は、 水鉄バスと呼ばれる。東証一部上場企業である株式会社グルメ、キネヤの完全子会社。大正時代に水間観音への産経鉄道として付設されて、以降、小規模ながらも堅実な経営を続けていた。南海電気鉄道との結びつきが強く、かつては筆頭株主だった。ただし、南海の参加及び、 グループ企業とはならず口述する経営破綻まで独立系のままだった。水間線では1990年まで南海から譲渡された車両を使用していた。また、貝塚駅の自動改札機は南海で1980年代に使用していたものを転用していたこともあった。1980年代のバブル期に沿線外での不動産事業を積極的に展開して最盛期には 約20億円を売り上げたが、不動産事業がバブル崩壊後に不審に陥り、多額の借り入れが経営を圧迫した。さらに乗客が減少したことから、自主債権を断念し、2005年4月30日に会社構成法の適用を大阪地方裁判所へ申請した。同年6月30日に外食チェーンの久留米キネ屋が支援企業に決定した後は、 同社参加で再建が進み、2006年6月16日に会社構成計画が集結し、申請会社として再出発した。経営破綻前は、鉄道、バスともに、カード式乗車券は利用できなかったが、経営改善策の一環として2007年6月より、スルッと関西に加盟。第7回スルッと関西バス祭りから参加して、バス車両を出展している。 2009年6月1日より、鉄道、路線バスに、ピタパを導入、アイコカも利用可能になった。水間線は、中間駅がすべて無人駅であることから、バス型の生産機を電車の車内に設置している。2013年3月23日より交通系、IC カード全国総合利用サービスに対応する IC カードが利用可能になった。 2015年11月15日より、ハモニバスでも IC カードが利用可能となり、水間鉄道の鉄道、バス全線で IC カード対応が完了した。ピタパ定期サービスは提供していない。水間線は全線単線で、交換駅は名古屋駅のみ。ほとんどの列車がこの駅で交換する。車庫は水間観音駅に隣接。このか途中の新寺駅から分岐して、 泉山脈を越えて、和歌山県小川町まで連絡する線路を建設する計画を持っていたが、すでに計画は消滅しており、路線建設用に買収していた土地の中には、住宅地になった場所もある。幻の分岐延長計画を参照のこと。大人普通旅客運賃。2019年10月1日改定。詳細は、水間鉄道、水間線車両及び以下の項目を、 参照同様に、東急電鉄から、東急車両製造製の車両を中古導入している、広南鉄道と、広南鉄道、水間鉄道プロジェクト7000として、コラボレーション活動を行っている。コスモスライナーの、車両イスズエルガミオワンステップ路線バス事業は、主に一般路線バス、コスモスライナーと、貝塚市、コミュニティバス、ハモニバスの2本立てとなっている。 2005年の経営破綻時まで、毎年約後、霊園の赤字を出していたバス部門の立て直しは、関西吉子が社長就任後に特に注力した点であった。海塚市と連携し5年間かけて自社路線の9割を市からの補助による運行という形でコミュニティバス化した。その際に循環路線では、1台の車両で広い地域を回れる。 要鉄道駅を中心に8の字型に循環する経路とした。その後はバス事業の赤字は解消し、2011年からは黒字が続いたという。そのためコミュニティバスは他の自治体で多い運行自覚ではなく分離会計全額補助による自主運行となっている。2006年8月28日から一般路線バスはコスモスライナーの名称で、 水間のロゴと貝塚市の花であるコスモスをあしらった黄色、ピンク、ライトグリーンのカラフルなバス車両で運行している。バリアフリー対応のワンステップバスで車種はイスズ・エルガミオである。2009年には鉄道と同時に一般路線バスにもピタパを導入。その際にはハモニバスではピタパは利用できなかったが、 2015年11月15日より、ハモニバスにもピタパが導入され、水間鉄道の鉄道、バス全線で交通系、IC カードが使用可能となった。大阪府が自動車 NOX、PM 法の適用区域のため、鉄道とは異なり、中古車は導入していない。水間鉄道で使用していた中古バス車両は、九州三高バスや元の島運輸に移籍している。 コスモスライナーの運賃表示始発地の貝塚駅から1番を表示し、人口島内を巡回して再び貝塚駅へ戻る途中での運賃表示。初乗り運賃に戻っている。全線最低運賃は170円以降乗車距離に応じて加算される待機路線である。乗車時に中扉から乗り、右にある整理券発券機から整理券を取る。 校舎時に前方に掲示された追定表示器の下段に表示された整理券番号に応じた運賃を支払う。整理券にはバーコードが印刷されているので校舎時運賃、投入前に整理券を投入する。交通系 IC カードは乗車時、校舎時にカードリーダーにタッチする。なお、整理券は始発停留所から発行される。運賃箱は両替方式なので、 あらかじめ小銭の用意をするか停車中に両替をしておく必要がある。公式サイトでは南海海塚駅東口二色南町までの運賃を記しているが、実際には始発地の南海海塚駅東口から人工島内を通って再び戻ることも可能である。その場合の運賃は170円となる。下記の2形態に携帯に大別される。当節では主に 西旭海浜緑地公園線、コスモスライナーについて触れる。西旭海浜緑地公園線、コスモスライナー、編集1989年4月1日に運転を開始。かつては、西旭の浜産業団地線、西旭産業団地線と呼ばれており、現在は、西旭海浜緑地公園線と呼ばれているが、路線名の変遷の過程は不明である。各系統の経由停留場は、 主な箇所のみ示している。なお、いずれの系統も、南海海塚駅東口海塚駅下り、合同宿舎前から二色アジュール前からご中前、錦住宅市民の森館を経由する。上記のように、系統番号が付与されているが、実際は、バスの全面、側面の行き先表示器には、番号表示はなされず、錦海浜緑地公園業、海塚駅、 東口バスターミナル行と単に行き先のみが記されている。毎年7月の海の日直前の土曜、日曜日に行われる関連神,神社夏祭り期間中及び布団太鼓の試験活ぎの行われる日は一部の時間帯で合同宿舎前引く南海海塚駅東口間で迂回運行され、海塚駅下り停留場は休止となる。また、毎年10月第2土曜、 日曜日に行われる、だんじり祭りの期間中、及びだんじり試験日記の行われる、時間帯は、南海貝塚駅東口停留所ではなく西口のかつてあったバス停留所の位置から発着する。貝塚市、コミュニティバス、ハモニバス、編集貝塚市、コミュニティバス、ハモニバスの車両椅子ズジャーニー、ハモニバスを、参照2 0 0年11月15日改正で、系統。 路線番号が大きく変わったため、その以前と以後でこう分けて記載する。系統番号は、本文中では廃止直前のものを記載する。2008年11月15日以降に廃止された、系統、編集1から3番系統は、2011年12月1日から2014年3月31日の間、ハモニバス実証運行に伴い運行を休止し、そのまま廃止された。 4番系統は、平日の運行を2008年11月15日改正、土日祝日の運行を2014年9月1日改正で、打ち切り、ハモニバスキバスへ移行した。2008年11月15日改正で廃止された、系統、編集いずれも2008年11月15日改正で、南海海塚駅東口泉橋本駅前の区間を廃止し再編された。 2007年11月末日までは、貝塚駅西口発着であった。2008年11月15日改正で二色南町までに短縮された。2008年11月14日以前に廃止された、系統、編集後から7番系統の貝塚市内の経由地は、ハモニバスが運行している。ありがとうございます。